別の車両だろ。なんで、ね、なんで。いや、俺本当に嫌だわ、うん、めっちゃ声でかくなるよ。いいよ、どん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 声でかくなるよ。それは、それはハイタッチして PP バックスもあるよ。1週間企画ポイントバックラロッカ1週間企画。おお、今回はタツキさんもいますよ。おお、あれあれぞ。おおっしゃおお、タツキだ。で、何をしていただいたかと言いますと、気になるね。1週間甲冑生活。おお、声出てないよ。ガチの甲冑を僕ちょっと頼もうとしたんですけど、うん、はい、えげつないんで、はい、一番安い甲冑買ってきました。おお、まあ、分かんない、これ分かんない、読めない、なんか想像つかんだよ。プラスチックがなんかこうなってるのね。いや、プラスチックはやだわ。せめてね、なんかね、安くてもちゃんとしたやつで、あ、まあ、でもちゃんとしてるんじゃない。フラグになりそうだぞ。いや、だって言わんとこ。来た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 。え、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 こっち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 。なんぼれ。予想してたより2ランク下や。一週間甲冑生活、いざ出陣。出陣。カブト完成。武将になった気分はどうすか。わしが様だったけ。勘弁。いけ。あ、俺お前は。さあ、大丈夫、完成したということでお披露目しましょうか。はい。ドゥン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 。マジで武将の方ですよね。チャッチすぎやろ、こんなたぶん一周してよ。こんな感じです。あ、なに、お前、お遊戯してんの。明日にいる残りのノリ、正義に見せていきましょうか。編集するか。何してんの。ね、どうした。1週間企画ですよ。なんかシャコみてえだな。なんかエビみたいだよ。エビとかシャコとか。あー、もうやりづらいな。俺これでさ、こうやって今喋ってるからだけど、こうやってしゃがめば結構もうガチサナダ感ない。こうやってほら、どう。ない。あ、ない。たわよー、お前キモ。ギリギリセーフでしょ。やば、これマジで隠れてるでしょ。一回ちょっと後で試したけど、いい。あ、いいよ。おお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 外出るぞー。頑張るぞー。なんすか、飯買ってこいよ。遠くないっすか。いや、全身映ってるんで。いってらっしゃーい。もうやだ、もう全然会話広がんなかったもん。しょうがないよね。で、武田信玄ですかって言われて、あ、違います、真田幸村ですって言って、もうその後もう点点点よ。200円お預かりしますって言われた。はいはい、もうやだ。侍の通りです。やめろ。まあでもね、俺ね、これを機にね、サラダ焼き村ちょっと勉強しまして、サラダ知識をね、直接語っていこうかなと思うんですけど、まずこの兜ね、これね、なんか特徴的だと思うよね。これ六文銭って言うんですよね。六文銭っていうのは、あの世行くときに三途の川渡るでしょ。あ、ここで印刷するの。あー、すごい。俺もこれやりたいよ。あ、ええやん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 。別に合うやん。これにあのね、こんなジャストフィットなこと。あ、好きだわ。好きだよ。まあ、そのあの世に行くためのこの通行料、なんでじゃあこれつけたのかっていうと、いつでも決死の覚悟で戦うぞっていう意味なんですよ。かっこいいでしょ。いいよ、無料で。無料であの世行けじゃねえんだよ。まあ家も電車でこれですから、ね、もうちょっともうやばいな、ね、マジで。はい、すいません。よし、
チュお金が足りなくなったらチャージチャージすんな。マジでそれでさ、どんどん電車に脱いでいいなら脱ぎますけど。でもそれは ST スタジオの1週間計画として箔が落ちるでしょ。あれをチャージせえ。あのさ、別の車両乗ろ。なんで、ね、なんで。いや、俺本当に嫌だわ、うん、めっちゃ声でかくなるよ。どん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 声でかくなるよ。やばい。何の脅しや。怖いわ。そもそも感じて。まあ、ノリだけどね。そう、お前が決めたんじゃん。だからずっと着なきゃいけないでしょ。だって別に一緒にいなくてもいい。お前らがいないとカメラ撮れん。自分で撮ったらいいか。自分で回したら俺一切喋んないかもしれないよ。それでもいいの。鬱陶しいわ。いいの。お前さっきから何なんだそのスタイル。おはようございます。家中生活4日目ということで、はい、彼お風呂入ってるんですよね、はい、服そこら辺に普通に置いてたんで、いやいやおかしいと、家中やでも家中しか置きません。そしたらどうやって出てくるのかなと思ってちょっと検証してみないとYouTuber 魂としてね、何も言わずにスッて来たらもう合格。そうね、そうそう、あ、出てきた、出てきた、出てきた。気づいてる？気づいてる。腹立つわ。ちゃんと切るんだ、やっぱり。捕まるぞ。一人っていう考えにとらわれてしまうと、正義と同じ回答は導き出せないといけない。戦い前戦術戦術考えてる。その格好で普通に取材受けといてくれば。でもコロナコロナするから近未来界のさ、景色になんか戦国武将なんか、いや、なんか素敵だわ。素敵だね、逆になんかエモいよ。絵を気に変えていい？つまんな、お前。やばい。もう一つ、お前、武将武将のくせに甲冑で逆に着ないの。うるさい、武将でしょ。口答えすな。ダンスって本当になんか馴染んできたね。馴染んできたね。何の違和感もなく。ちょっと命令くださいよ、命令。今この時、家康の首取る時じゃ。出会え出会え。で、で、で、おし。いやー、いやーって触れないんだよ。さっき殴られたことに関しては。あ、取られてるね、これね。誰に首取る。あ、笑てる笑てる。楽しいな、これな。怖いな。おもろいな、これな。今だけやな。行こう、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 ね。なんかお前ぶっ壊れてるやん。もう性能スポーぐらい。いい加減にしてほしい。いや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 、いや、もういい加減にしてほしいよ、こっち。なんか時間の経過とともになんかいろいろ取れてる。でもあと1日終わっちゃうじゃん。そう、終わっちゃう。寂しい、ね、名残惜しい。帰ろう、終わっちゃう。今ね、寝てるんですよ、沢本さんが。ここで、甲冑で本当に寝てるか、抜き打ちチェック。さあ、まあ脱いでる可能性はあるよね。そう、それはでも反則だからね。つけますよ、はい。3、2、1。ええ、マジで寝てる。え、マジで寝てるやん、甲冑で。え、やっぱもうここまでさ、来たらさ、お前もそろそろそれで寝るのだるくなるかなと思ってさ。まあね、眩しいなよ。こういうアングルだよ、これ。たつきさん、はい、今日イベントっすよ。待ってましたね、DJ イベントですよ。ただ、はい、一緒に歩きたくないやついるんですよ。誰が一緒に歩きたくないやついるんだよ、お前。いや、でもやっぱりね、俺やっぱ角いいなと思って。すっげー邪魔そうにこうやって編集してたけど、さっき基本的にあの天井低いとか NG なの。彼女目線やってあげて。見つめて恋する。やないか。やめろお前。イベントお疲れ様でーす。お疲れでござる。そしてもうね、12時過ぎました。1週間企画終わりでーす。どうでした？一番ストレス溜まるね。いや、なんかボウリングのピンだったらさ、まだなんか肌触りいいんよ、あれ。やらないから、しかも、はい、これもカサカサするし、寝るときうざいし、もうだん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 もうなんかボロボロになってくし。戦終わり、おい、ほんま戦終わり、戦終わり。バカ野郎。おいおい。拾って。お疲れ様でーす。